アラビアンスーパーリーグ、ついに開幕。こんばんは、今週も始まりました。フットボール TV、お相手は、私カズが務めます。2月になったばかりですが、ビッグニュースが舞い込みましたので、本日は番組前半の予定を変更し、この件について詳しくお届けします。それでは、キックオフ。さあ、早速ですが、 つい先ほど発表されましたアラビアンスーパーリーグについて、まずは大会概要から見ていきましょう。趣旨は、ムーン技ザへの難民移住開始を受け、月文明と地球文明の安寧を祈り、サッカーというスポーツの本質を活かして、これに寄与する。形式は、8つの国や地域を代表するチームによる、ホームアウェイ方式の総当たりリーグ、通常日程の合間を縫って、 各試合を開催する。収益は全てチャリティー寄付され、世界中の難民問題を根本解決に導くための、あらゆる人道的活動に対し、その基金として活用する。いや、素晴らしいですね。一人のサッカーファンとして、こんなに嬉しいニュースは初めてと言っても、決して言い過ぎではありません。では続いて、参加する8チームを見ていきましょう。 カサチクリーグ代表、ハダマトラフォフ。ネストバンクプレミアリーグ代表、シャバーブ・アルハリール SC。イスラエルプレミアリーグ代表、マッカビテル・アビブ。シリアプレミアリーグ代表、アルジャイシュ。レバノンプレミアリーグ代表、アルアンサール。アルマナースイル・ヨルダンプロリーグ代表、アルファイサリー。エジプトプレミアリーグ代表、アルアハリ SC。 ムーンガサリーブ代表、SC サイボーグス。あ、何たるそうそうたるかオぶれ。アラビアンスーパーリーブの何ふさわしく、各リーブの覇者たちが一堂に会しているではありませんか。長いサッターの歴史を振り返っても、こうした複雑な背景を持つチームによるマッチアックは、残念ながらほぼありませんでしたので、多くのサッカー関係者は、その実現を心から願っていました。 それがついに開催されるとは。選手やサポーターが各国各地域を行き来し、すべての人々が健やかに大会を楽しむためには平和的環境の確保が欠かせません。世界中のサッカーファンも祝福や観戦のためこそって訪れるでしょう。なんせサッカー史上初となる月面での重力6分の1試合も行われるのですから。 そして、皆様お気づきでしょうが、ムーンガサリーグ代表、FC サイボーグスの存在も、世界中の視線を釘付けにすること、間違いありませんよね。昨今、スポーツ界全体で取り沙汰されている、AI とサイボーグ技術の採用についても、今大会で改めて積極的に試し、現実的な有益性と求められる環境を推し量るとのことですから、 私もワクワクが止まりません。かつてフィクションとして語られてきた様々なアイデアが盛りだくさんなアラビアンスーパーリーグをみんなで思いっきり楽しみましょう。カモスアラビアンスーパーリーグとここで前半終了のホイッスル。この後は普段通りゲームハイライトとピックアップインタビューをお届けします。後半の キックオフ。終略。さあ、ここまでお送りしましたフットボール TV もそろそろお別れの時間。皆様、お楽しみいただけましたか私はめちゃくちゃ感激しました。それでは、また来週、この時間に、ここでお会いしましょう。サッカーを愛するすべてのあなたへ。おやすみなさい。 ME13 年2月1日フットボール TV カズ・アルマンド・ナシメント